次の曲はですね、私3月の4日に放送された、テレビ朝日で放送してたんですけどね、もうちょっと番組終わっちゃったんですけども、音楽チャンプという番組にちょっと出場させていただいてまして、で、その時に予選で歌わせていただいた鬼塚千尋さんの流星群という曲を歌わせていただきます。で、ありがたいことにね、音楽ジャンプは決勝戦まで進ませていただくことができたんですけども、はい、ちょっと動画とかはね YouTube には上がってたりしないので、もしよかったら Twitter とかで検索してみて、よかったら見てほしいなと思いますので、ぜひ見てみてください。飲みます。はい、それでは次の曲聴いてください。鬼塚千尋さんで流星群。
がとうございました。ありがとうございます。今聴いてもらった曲はですね、鬼塚千尋さんの流星群という曲でした。いやー、早いことに次の曲で最後になるんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、もう早いことにね、次の曲で最後になります。